自分の口から出てくる言葉が温かい言葉、人を優しくする言葉、明るくする言葉でしかないように自分を彩りたいと考えた人がいます。良寛和尚という人です。良寛さんは自身で貧しい乞食坊主だと言っており、人に対して物やお金を贈り物としてあげることができない、では自分に贈れるものは何か、それは言葉であると言っていました。自分の口から出てくるすべての言葉が人を温かくする言葉でありたいと考えながら生きてきた人です。この思想を愛語と言います。言葉は出せば出すだけ贈り物になる。出して初めて存在が確認されるのです。自分の口から出てくるすべての言葉が人を温かくする言葉、明るくする言葉、優しい気持ちにさせる言葉、励まし力づける言葉、そういう言葉を贈り物にできる人が実は本当に豊かな人なのです。